이만 도움. 現在 の, あの南部鑑定団の鑑定士をされている渡辺翔一郎さんもそこで仕事をされています、現在でも後釣りが作られてまして、ね、先にです、ね、石川ところには工場がありましたし、それから、海軍の訓練場もあったようなんですけども、私の父なんかはこれで泳いだって言ってました。で、ベロベロ、